レーオフステージ1第1戦オリックスバファローズ対東北楽天ゴールデンイーグルスのゲームを、解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずはバファローズの先発近藤がマウンドに上がります。相手打線に対してどのように立ち向かっていくんでしょうか。先手を取って進めるためにも得点しておきたいですね。なるほど、そうですよね。まずは変化球、2球目は何で来るか。この球は外れました。打ちました、取った、一塁送球、アウト、2アウト。そしてバッターボックスにはロメロが入っています。さあなおもチャンスで満塁の局面、まあ、ここはつなぎましたので得点差を広げておきたいですね。なるほど、そうですね。改めてお聞きしますが、このロメロどういうバッティングスタイルなのでしょうか。まあ、そうです。初球も入った、ホームラン、ダメ押しの一発、満塁ホームラン、素晴らしい一振りでした。初球でした。しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。フォアボールの後の初球を狙っていきましたね、はい、期待通りのバッティング、追加点となるホームランが出ました。最高の結果を出してきましたよね。これは致命的な追加点になったかもしれません。7番和田、今日はまだ当たりがありません。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球これは大きな変化球、引っ張った、小屋の二塁送球、二塁アウト、これで3アウト、試合終了。オリックスバファローズ打ちに打ちました。大量リード、大量得点で勝ちました。プレーオフステージ1第2戦東北楽天、さあそして打席には坂口が入ります。さあ得点圏には先制のランナーを置いています。まあ、先手を取って進めるためにも得点しておきたいですね。なるほど、そうですよね。これが初球、緩い変化球、まずは見送ります。2球目打ちました、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン、バファローズ1点を先制しました。鮮やかなタイムリーヒット、1対0、バファローズ試合の主導権を握ります。さあ先制したシーンですが、もう一度ご覧いただきましょう。ピッチャーに対してもいいプレゼントになりましたね。理想通りの攻撃となっています。
さあ、そしてバッターボックスには坂口が入っています。さあ、追加点の欲しい場面、まあ、この辺りで中押しできるとより戦いやすくなってきますよね。なるほど、そうですね。最初は変化球できました。これが2球目。真ん中打ちました。わずかに右に切りました。ファールボール。打ちました、流しました。三遊間抜ける、バックホームする、チャンスを広げていきます。ノーアウトランナー三塁一塁。バッターは DH フラッシュ。先ほどの打席はデッドボールでした。ツーアウトランナーありません。さあ、勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。はい。さあ、最後のバッターになるでしょうか。バファローズピッチャーが変わります。4番を迎える場面で、最初は変化球できました。このボールには手が出ません。ストライクです。あっという間に2ストライクです。インサイド落ちました。ライナー掴んでアウト。これで3。オリックスバファローズ打ちに打ちました。大量リード、大量得点で勝ちました。西さん、打線が見事大爆発しましたね。いやー、もうね、こういう対象なかなか見られないですけどもね、よく打ちましたよね。非常に見ていて気持ちのいいゲームになりました。勝ったオリックスバファローズ、大量点を取って大勝ということになりました。一方のイーグルスですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはオリックスバファローズが快勝ということになりました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。オリックスバファローズ対横浜 DeNA ベイスターズのゲームを、解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。6回の裏、打順は5番ロメロ。先ほどの打席はライトフライに倒れています。
バファローズ攻撃が噛み合い大量リードで6回目。初球打ち高く上がった、頭上入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。6回裏バファローズにホームランが出ています。